私いつも思うの、こんにちはっていう日もあれば明るいから、はいはい、こんばんはって、なんていうなら7時配信だからっていう時もあるんだけど、はい、なんか統一しない挨拶。そうですね、うん、ちょっと始まりの何か決めると、うんうん、YouTuber っぽくなって。おじゃあ次の宿題ね、たがりこの。俺が、うん、俺リコ。そうだよ、もうこっちは忙しいんだわ。待って、こっち暇みたいな。こっちも大体やばいんだよ。一番いいのをもう決めました。え、ちょっとまずやってみて。ちわ。いや、こんにちは。こんにちは。ちわ、ちわ、ちわ、ちわ。ちわ。本当にまずいのかな。ちわ。なんか違う。なんか違う。ちわ、さえこです。まだなれないけど、まあいいか。2ヶ月お休みしてた。そうですね、久々の撮影は、はい、すごい寂しかった。やりたかった YouTube。 嬉しい。ちょっと夏休み期間中いただいてたからさ、夏休み、はい、見てたよ動画ちゃんと、うん、もう1周年記念の動画よ、めっちゃキラキラ笑って見てたのね、はい、でも最後の最後ああいうことやるよね。あれちょっともう一人で泣いてた、結構、おおって泣いてた。で泣いて見てたら万太郎から連絡来て、万太郎も大号泣になって。もうありがとうございます。なんとか1年迎えられて、今年もね変わらずやっていくわけですけども、うん、そうです。まずはユニクロの購入品紹介。はい、これ去年もやったね。やりましたよ。これ数字伸びたからまた安くでしょ。今回買ってきましたユニクロ、はい、2021春、あ、ちょっと秋。購入品紹介やってみましょう。去年もこの時期だったよね、イネスのコラボ。もう私楽しみにしてたんですよ今回。だいたい私ほぼイネス買った、イネスコラボってことで一個ずつ紹介していきますよ。じゃあまず、はい、これ、ダラララララン、 3D のボーダーニット。この色が何とも言えなくってね、このネイビーとブラウンのボーダー、まあこれね普通に1枚で着るのもいいんですけど、去年もちょっと皆さんに結構コーディネート提案したんですけど、私が今回おすすめするのはこのチックのシャツ。これもイネスコラボで、うん、まあ、これを中に普通にねこうやって着てもらってもいいし、まあ、シャツ着てこうやって肩から巻いてもいいし、まあいろいろ使えるんですけれども、まずこの2つは買ってみましょうよってことでおすすめで、ここちょっとブラウンでコーディネートしてみてる感じが、リンクしてる感じがコーディネートにも使いやすいんじゃないかなって思ってます。なるほど。このコーディネート結構トータルで合わせようと思って買ったのが、たらん、コットンワイドパンツ。結構しっかりワイドなんだけど、このワイドパンツにこれで合わせて着るのはいいんじゃないかと思って、で別にこれ出してもいいし、いいんで、まあ、ベルトして着るとかでも可愛いし、もちろんニットなしでも着れちゃうから、ちょっとこのブラウンベージュ系でちょっとまとめてみるっていう。最後合わせたいのがステンカラーコート。コート1個ね持っとくと便利だし、これ結構 A ラインでストンと着れるから、どんな格好しても結構上から羽織れるっていうのと、中にさダウンついてるんだよね。へえ。これがボタンついてるから取り外しができるベストのダウンがついてて、本当だ。防寒対策もしっかりだし、コートってほらお店入ったりとか室内入るとき脱ぎ着するから、そういうときにやっぱり中もねこうやって何もない無地よりもチェックで、あ、もう可愛いじゃん。おー似合う。でパンツも合わせるという。これでいい？なんかすごい雑だよね、うん、ちょっと変態みたい。まあいいの、変態でも着たら可愛いから、こうやってみんなコーディネートやってみてねと思って、うん、でプラスこのねコージロイのバッグ、ボストンのこれ可愛いと思って使えると思って、今日のこの格好にも合うし、うん、今デニム履いてるけどほら中デニムでも可愛いでしょ。合いますね。これ持ってたら一通りコーディネートしやすいんじゃないかなって思う。私の一押しアイテム、なんかこの色結構使い回しできそうな色合いですね。黄色っぽいものも合うし、うん、このシャツもこれもイニスのシャツなんだけど、それも可愛くってね、この中に着たりとか、まあ、デニムでも合うけど、ちょっと
と黄色、私今年の秋黄色好きなのかもって今日いろいろ買ってみて思ったんだけど、このシャツもね、サイズは私はこれ一番小さい S サイズを買ったんだけど、ちょっとぴったりめに着て、まあ、インしてきたり、デニムにインしたりとか、さっきのコットンのなんかワイドパンツとかに合わせてもいいし、このねチェックのボックスもすごい好きなんだよね。これすごい可愛いなと思って、あとねこれもこのブラウス、なんかブラウス好きね私、さらっと着たい、ね、ちょっとこれとかジュエリージャラジャラってつけて、うん、胸元とか指とかわーってつけて、で大ぶりのリングとかしても可愛いよね。だって今日のつけてる指はなんか知ってるんですけど、ありがとうございます。大事に使わせていただいてます。知ってるみんなこれここから飛んでって概要欄にあるから、2年生の技ね、このテロンとしたシャツたち、このあたりはちょっとチェックしてもらいたいな。なんかいろんな柄といろんな色があったから、自分が好きなものを選んでいってもらいたい。私はこの3つ買いましたけれども、でこれは1枚で着てほしい。ちょっと襟の感じとかも上から何かニットくる着るように作られてはないから、うん、結構デコルテしっかり見せて1つのパールとかでもいいし、ジャラジャラっとネックレス合わせてみたりとかで着てほしいです。あと、うん、可愛いワンピース見つけたの。これにちょっとゴツめのブーツ履いて、で上からこのさっきのコート羽織って、でも可愛いし、うん、なんかボタン開けてデニム履いてピチッとした T シャツ着るとかでもいいんじゃないかなって、なんかガウンっぽく使う、ありじゃない。ああ、ありです ね, ね。でこれに私はさっきほら黄色気になってるんだよねって言ったのが、去年もさこういうさデザインのニット買ってたじゃない、赤の、はい、私もやっぱりなんか身についてしまって、これの上に合いますね、合わせるでちょっとほっこり着てみるっていうのも可愛いなと思って、これもねこのままで着ても可愛いし、これはね XL サイズ買った、私はゆったりと着たいなっていうこのなんかガウンにもなるしワンピースにもなる、この花柄のプリントシャツワンピース、この黄色との合わせとかお花のこれね、ここが私のちょっとキュンポイントでした。次はこれすごい可愛いエコバッグ、可愛いと思って、このエコバッグ内ポケットもちゃんとあるから多分ここに畳めば入るってやつでしょう、はい、しかも安かったもん、790円、どうよ、かわいいということで、私ほら調子に乗っちゃうわけですよこういう時、デレン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 、1,2,3,4,5個、我慢して5個だったから玉入れの数え方ですよ今可愛いなもん、全部メンズでも使えるんじゃない。いや本当ですね。でもねこれ私は自分で全部自分のものにしようとしたわけじゃなくて、サイチャンネルチームのみんなどれがいいと思って、みんなにあげるためにそうだよいっぱい買ったって、ね、当たり前じゃん、ね、どうぞ。どれだろう、でも一応左この、お男の子が花柄持ってんの好き、うん、あ、本当ですか、うん、ありがとうございます、うん、いや、山本さんは俺にもくれんの、うん、センス問われるよ、ちょっとこれは選択肢に入るこれじゃないよねでもちょっと着てみて、似合うと思う、これそれマジでいいっすね、さすがにさ、女性の S だからさ、着れないと思うんだけど、あ、でも意外といける、え、なんかさ、いけそうじゃない、いける、いける、後ろ見ていいっすか、後ろの変態感が小学校の時に気をつけてねって言われたら、うん、結婚中にこういう人出てくる、これはやめとこうかね、そうですね、これは諦めたこの年になってさ、うん、このね、花柄とかを持つとおじさんとおばさんの区別がつかなくなっちゃうあの皆さんがどういう風に俺に接していいか分かんなくなっちゃうから私はやっぱこれですかね、そうだね、うん、まあ、これはしっくりくるよねそれいいんだね、俺はさこういうの好きなんだけど周りのねみんなリアクションしづらくなっちゃうからな、じゃあもうこれ、いやー、ありがとうございます。まんちゃんはもうこれなのよ、どれだと思う、真ん中かな、ピンポン、よっしゃ、まんちゃんはこれなんですよ、まんちゃんこれ持って帰るからねまんちゃんこれまんちゃん、もうあとはリコちゃん好きなの選びなっていう、え、選んでもらうのもいいですか、え、贅沢、一回持ってみて、こっちを多分選ぶと思うんだ、リコちゃんも自分で、だからこっちを持ってほしい、あ、じゃあこちらを、にゃーん、ありがとうございます、これほ
らみんなにさ、お配り土産とかでもすごい嬉、うん、しいね。このエコバッグ、これもイネスとのコラボで790円という奇跡の価格で発売されてるエコバッグでした、うん、これは絶対みんな買ってほしいなって思います、はい、で、まあ、あとはちょろちょろ買ってるわけですよ、この差し色になる、うん、去年も紹介したかな、私靴下はカラー物を買ってください皆さん、うん、で、私はやっぱこの赤とブラウンのこの配色の靴下、まあ、この足元にちらつかせるっていう感じで、あとはなんかね、ディズニーコラボやってて、はい、可愛くてたまんなかったの、ハンカチ可愛い、可愛い、誰かに似てると思わない？チップとデール、ちょっと来て、まあ、うちのマネージメントの中井ちゃんとタガがリス顔というんですか、このほっぺたポタポタかポタポタの君たちに貼ったわけですよ。やった、ありがとうございます。仲良くペアルックで大事な、ね、僕と中井さんのます、ペアルック、ペアルック、ペアルック、こういうね、だからディズニーファン嬉しいんじゃない、なんかバッてよね、バッと、これもほら可愛いスウェット、これもディズニーコラボで、ほい、これ何、これ誰の猫、これ多分何の猫、ピノキオの、あ、おじいちゃんちの猫、おじいちゃんちの猫だと思うんですよね。でもこういうサブキャラをさ、うん、よくぞまあね、ピックアップしてくれた、いや、そうですね、確かに。あとこれ誰、バンビ、バンビだよ、編集で答えが出てくる。なんかいろいろあったんですよ、このスウェットも。これは私がこういうコラボ系でよくみんなこっちの方がいいよって思うのが、プリントになってるか刺繍になってるか、うん、でこれ作り手側からすると刺繍の方がやっぱりね、コストはかかってて、同じ値段で売られてるってのはどうしてもやっぱ私は刺繍を持ってしまうっていう誰かわからないけど買ってしまったのはそういうところもあるという。可愛かったから、はい、タガと私で買い物付き合ってくれてありがとう。ペアルックでさ、恋人とか来たらいいんじゃないと思って、可愛くない、嬉しい。ディズニーカップルいるでしょ、絶対、うん、すごいよね、ユニクロっていっぱいコラボしてたよ、今日煉獄さんのやつなんだっけ、鬼滅の刃、鬼滅の刃、ポケモン、ポケモン、ディズニー、うん、スヌーピー、スヌーピーもいたし、夜遊びもいたし、夜遊び、覚えてますね。もっともっといた、他のアニメもいっぱいいて、いい、うん、すごいよね、海外から来た人たちとかすごい喜ぶんじゃないと思って、うん、アニメ好きの人多いじゃない。私も今回子供たちのイギリスに戻る友達のお土産、ユニクロさんもやっぱ候補に入ってて、うん、息子さん何好きなんでしたっけ。うちの子はいろいろ好きなんだけど、この夏一緒に映画見に行ったのはクレヨンしんちゃんと僕のヒーローアカデミア、ヒロアカ、うん、ヒロアカって言うんでしょ、知ってたんですか、最後その知らなくて、統一感のないキャラクターたちがいっぱい出てるアニメなんだけど。そんな説明何の話してたっけね。あ、ユニクロ T が、そうだ、コラボすごい、うん、やっぱり目の付けどころがすごいなって思った所存でございます、はい、まあ私はこうね、もともとハイブランドとコラボしましたみたいなところにやっぱ私とかは刺さるんだけど、いろんな世代の子たちをねターゲットにしてるユニクロさんならではのこういうアイテムとか、なんかアニメのアイテムとかいっぱいあるから、皆さんぜひ親子でお買い物行ってみてください。今回は2021年秋のユニクロ購入品紹介でした。ありがとうございます。